はい、ゆるぼぶを、全て。はい、チューブ TV。まずカットの方からなんですけれども、盆の窪から下の部分を取って、こちらはペンシルシザー、ペンシルセニングですね。ペンシルセニングという、カット率が非常に高いセニングでベースカットしていきます。これはそぎで使うものではなく、ベースカットで使うセニングになります。これをまあリフト、エレベーションしてカットしていきます。はい。あとですね、ネープの方がモデルさんがちょっと浮きやすかったので、そこをですね T2 セニングって 10% 以下のセニングでネープの、タツケですね、そこをちょっと処理していきます。あとコームでですね、ブラントセニングを使って、長さ左右合っているかっていうのをコームをリフトしながら、チェックをしていきます。でネープと、上のセクションはディスコネクションになるんですけれども、はい、上の方ですね、こちらもブラントセニングの方で今回は切ってるんですけれども、まあ、ぼかしながらカットできるんで、ブラントセニングを使っております。はい、上のもですね、R 状に、指をですねねじりながら、ブラントのラインを作っていってるような感じになります。あんまり切りすぎない方が、今回のモデルさん短かったので、あんまり切りすぎないようにしました。で、ペンシルシザーで、スクラッチカットを今しています。ペンシルでスクラッチカットですね。このスクラッチカットはスライドカット、下から入れるスライドカットと違い、左右の、誤差が出ないで、正しい位置に入れれますね。ペンシルシザーは右と左の、同じ状況で入れれるっていうのがポイントで、あとは癖を取りながら入れることもできますし、自由自在に作れるのがこのペンシルシザーのスクラッチカットになります。はい、これはですね、あまりこうちょっとめったにはまあ使わないんですけれども、中の方にですねエアリー感をちょっと入れたいので、チョッパーカットっていうのを入れております。でこのチョッパーカットで、中に空気感を入れてってような感じですね。まあ、シザーの持ち方は一時停止などしていただければわかるかと思います。他の動画でも細かく、出てるので、そちらの方を停止していただいて持ち方やっていただけると大丈夫かと思います。これはですね、R2 セニングっていうのを使って、わざとですね毛が跳ねるようにしてるんですね。縦にちょっと入れていくことによって、髪の毛が左右に散りますので、あえて跳ねるような、質感を作りたくてそうしてます。まあ、収めたい場合はこれをやってしまうと収まりが悪くなってしまうので、あえて収まりを悪くですね、髪の毛が動くような浮遊感出るような感じにするのに、そうしてます。で今これベースカットを最後にちょっとしてるんですけども、長さあんまり切らないので、ショーバルタンで毛先にブラントラインをちょっとずつ入れてる感じです。それでアウトラインを作ってるんで、綺麗にあえてつなげてないようなカットになるので、だいたい5分あればカットできるかと思います。でバングはもうすでに短かったので、ちょっと揃えたいということだったので、R2 セニングっていうのは前髪カットにすごい適してまして、本当に簡単に、ブラントラインをぼかしながら作れるのが、R2 セニングですね。これは本当前髪カットに適しております。はい、本当誰でも簡単に、横に入れてもですね、あまりパツってならないんですね。これが本当使いやすいのが R2 セニングのバングのカットになります。はい、今度カラーですね。ゆるぼぶのカラーはですね、デザインカラーで、やっていくんですけれども、顔周りがちょっと長く残したので、その部分に、まあ、色がですねしっかり入って落ちづらいのはコレストンのカラーになりますので、それのピンクをそのまま、入れております。まあ、結構サイドがしっかりしたカラーを入れて、はっきり色を出していきたいと思ったので、あえてピンクを選びました。
で、サイドだけだとちょっと物足りなかったんで、他の部分もですね、このピンクを最初にちょっとつけちゃいました。例えばバングの半分の方、半分だけですね、ちょっとまあ無造作に、ピンクを主張しようかと思って入れております。今入れてるのがピンクのカラーになるので、この部分がちょっと色がですね、毛先の方も、アシンメトリーで、先っちょだけ赤くですね、右側だけ入れて左側は入れないような感じで、少し斜めにですね、徐々に入れなくしているような感じでピンクを入れて、毛先の遊び感っていうのを左右でちょっと違う感じにする。でこちらのカラーは、アッシュ系ですね、アッシュのカラーを塗っていっております。まあ、同時進行でね、やっておりますので、時間の短縮にもなるかなと思うんで、多分こちらのモデルさんだとカットとカラーでだいたい1時間ぐらいで終わるかと思います。はい、根元から、毛先のところですね、全体に塗ってください。まあ、ピンク多少ね、ピンクのところにかぶってもね、先にピンク塗ってますから、大丈夫ですので、一番怖いのはその境目を塗らないっていうところですね。そこがもともとの色が残ってしまうと綺麗に染まりませんので、つなぎ目を綺麗に染めて、いただいた方がいいかと思うので、スライスをちょっと薄めに取ったりとかして、染めていただいていいかなと思います。自然とゆるボブを作ることで、今回モデルさんが長さがちょっと短かったんですけれども、ゆるボブイコールデザインカラーっていうような感じができますので、通常のカラーに飽きた方とかも、ご自分じゃね、フォームカラー率が非常に今高くなってますけども、自分じゃできませんので、まあ、美容室の方でやれるカラーってことでデザインカラーはいいんではないかなと思います。そして夏なんかはね、ちょっとデザインカラーを入れて洋服がね、ちょっと軽くなった分主張できるかと思います。はい、早めかし後藤でした。各種お問い合わせ、011-299-4346 までお願いいたします。モデルさん募集してますので、ぜひアプリの方で、ミニモのアプリで募集しております。